この手相がある人は人生後半でもどんどん良くなっていきます。いい運気を引き寄せて人生好転等です。いきなりですが質問です。皆さんはなぜ手相をチェックする必要があるか分かりますか？手相は単なる運命の暗示ではありません。あなたの内なる力や才能、そして潜在的な金運までも映し出す魔法の鏡のようなもの。そう、手相には金運との深い関わりがあるんです。例えば成功線が太く深い人はキャリアで大きな成功を収める可能性が高いと言われています。これは高収入や財政的な安定にもつながりますよね。また木星球が発達している人はリーダーシップ能力が高くビジネスでの成功確率も高いとされています。つまり大きな富を築く可能性を秘めているということです。さらに手のひら全体の形や各線の配置によってあなたがお金を引き寄せる才能や富を管理する能力まで読み取ることができます。例えば四角い手のひらの持ち主は実践的で地に足がついており財政管理に長けているとされています。だからこそ手相をチェックすることは自分の金運の可能性を知りそれを最大限に生かすための重要なステップなんです。もちろん手相だけで全てが決まるわけではありません。ただあなたの中に眠る金運の種を発見しそれを育てていくいいきっかけになります。今回お話しする7つの特徴は成功への道筋を示すヒントとなるはずです。その成功は必ずしも金銭的なものだけではありませんが、多くの場合、経済的な繁栄と深く結びついていますよ。ということで、今回の目次はこちら。1、将来大物になる人の手相。2、手相がない時の対処法。ぜひ、あなたの手のひらに秘められた可能性や、眠れる金運の可能性を一緒に見ていきましょう。きっと、あなたの中に眠る大物になる素質と、富を引き寄せる力が見つかるはずですよ。手相とは人の手のひらに現れる線や手の形、大きさによってその人物を様々な視点から占っていく鑑定方法のこと。具体的には手相で次のようなことが明らかになります。現在の状況や過去の出来事、未来予測、性格や才能、健康面や運勢。当然ですが人間はそれぞれに肉体的な特徴が異なります。もちろん手にもその人の個性が現れ、むしろ体の中で最もその人物を象徴する部分とも考えられています。ですので指紋と同じように手相も同じものを持っている人はこの世にいません。生まれる時に自分に授かった運勢なんです。また手相は生まれてからずっと同じではなく常に変化していくものであり、それが右手の手相に現れると言われています。生まれた時にどのような運勢を持っていたとしてもその人の行動や意思、思考なので自分が選んできた運命によって手相が変わるということです。そんな手相占いは一度見ただけでその人の全てが明らかになるわけではありません。正しく鑑定したいのであれば定期的に手相を見るのがおすすめ。手相は他の占いと違い、どんな状況の時に手相を見たかで鑑定結果が変わるからですね。自分はこんな運勢を持っていたんだ、でも今はこういう状況なんだと客観的に思うことが手相鑑定においてとても大切なポイントと言えます。ちなみに手相は日本生まれの占いではなく発祥の地はインドです。なんと今から約5000年以上前に誕生したとされています。これまでの統計的な膨大なデータの積み重ねで手相鑑定が成り立っているんです。インドから中国へ伝わり新たなエッセンスが加えられたものが日本へ渡ったそうですよ。ではそんな手相は左手と右手のどちらで占うのが正解なのでしょうか。手相は左手、右手、それぞれに意味が異なるため、一般的には両方で見るのがいいとされています。左手と右手、それぞれの手相の意味は次の通りです。左手の手相、生まれ持った運勢、潜在的な才能。右手の手相、今後の運勢、これまでの人生で培った能力、現在の状況。左手の手相には自分が潜在的に持つ運勢や性質が反映されるので変化することはほとんどありません。反対に右手の手相には思考やどのような人生を歩んできたかが色濃く映し出されているためどんどん変化していきます。つまり両手を見ることによってより自分自身のことをよく知ることができるということです。また手相の見方には女性は右、男性は左など様々な説がありますが、現在ではほとんどの手相鑑定は両手で占っていくのが主流です。なので手相占いをする際は必ず両手をチェックしてみてください。ただ両手を同時に見ると混乱しそうという場合は自分が何を知りたいかで
左、右を選ぶのがいいですね。左手、持って生まれた才能など先天的なことを、右手、自分の現状や未来など後天的なことを、このようにしてどちらの手で占うか決めるとスムーズに診断ができますよ。とはいえ、どれだけ調べても自分では本当にこの線がそうなの?と思って判断が難しいっていうこともありますよね。そういう時はプロの鑑定士に頼るのがおすすめ。これはどのジャンルにおいても言える話ですが、プロにお願いするのが結果的に時間とお金の節約につながりますからね。ここから将来大物になる人生後半で大成する人の手相を7つ厳選してご紹介します。さっきも説明した通り、右手を見ながらご覧ください。まずは生命線に注目しましょう。手のひらを見て、人差し指と親指の付け根の間から親指の付け根の膨らみを囲みながら手首方向へ伸びる線を探してください。それが生命線です。長くてくっきりと刻まれた生命線は強い生命力と持続的な成功を表します。例えばアップル社の共同創業者スティーブ・ジョブズもこの特徴を持っていたと言われています。なのでまずは自分の生命線をチェックしてみましょう。深くてはっきりしていますか？もしそうなら、あなたの中に眠る大きな可能性を信じて長期的な視野で目標に向かって進んでいくことをお勧めします。生命線が長く深い人の特徴は、1、強靭な精神力と体力を持つ。2、困難に直面しても諦めない粘り強さがある。3、長期的なビジョンを持ち計画的に行動できるといったもの。これらの特徴を生かすために次のようなことを心がけましょう。健康管理を徹底し、体力と精神力を維持する。長期的な目標を設定し、段階的な計画を立てる。困難に遭遇しても、それを成長の機会と捉える姿勢を持つ。自己チェックポイントとしては、長期的な目標を持っているか、日々の健康管理を意識しているか、困難を乗り越えた経験があるかといったことです。生命線が長く深いあなたは、マラソンランナー的な存在、短距離走のように一時的な成功ではなく、長期的な成功を収める可能性が高いですよ。次は頭脳線に注目しましょう。親指と人差し指の付け根の間を起点として、手のひらの中央をめがけて、斜め下に横切る線を探してください。それが頭脳線です。頭脳線が長く伸びているのは、優れた知性と想像力の証です。多くの発明家や起業家がこの特徴を持っています。例えば、テスラの CEO、イーロン・マスクも、この特徴を持っていると言われています。自分の手を見て頭脳線の長さを確認してみましょう。長く伸びていますか？もしそうなら、あなたの知的好奇心を常に刺激し、新しいアイデアを積極的に追求していくことで大きな成功につながるかもしれません。頭脳線が長く伸びている人の特徴は、 1. 優れた分析力と論理的思考能力を持つ。 2. 創造性豊かで革新的なアイデアを生み出せる。 3. 多方面に興味を持ち、幅広い知識を吸収できるといったもの。これらの特徴を生かすためにも次のようなことを実践しましょう。常に新しい知識を吸収し学び続ける姿勢を持つ。異分野の情報を組み合わせて革新的なアイデアを生み出す。思考を整理しアイデアを実現可能な形にする習慣を身につける。自己チェックポイントは、日々新しいことを学んでいるか、革新的なアイデアを考えることが好きか、複雑な問題を論理的に分析できるかといったことです。頭脳線が長く伸びているあなたは、まさに枠にとらわれない考え方を体現する存在。既存の枠にとらわれない自由な発想で世界を変えるような大きなイノベーションを起こす可能性を秘めていますよ。続いて感情線を見ていきましょう。小指の下からカーブを描きながら、中指や人差し指に向かって伸びる線を探してください。それが感情線です。感情線がくっきりと刻まれているのは、豊かな感性と優れた直感力の表れ。ビジネスの世界でもこの第六感は非常に重要です。例えばバージングループ創業者のリチャード・ブランソンも強い直感力で知られています。自分の感情線を確認してみましょう。はっきりと見えますか？この特徴がある人は感情知性を磨き、人間関係やリーダーシップのスキルを向上させることで大きな飛躍が期待できます。感情線がはっきりしている人の特徴は、 1. 優れた共感能力と対人スキルを持つ。 2. 直感的な判断力が鋭い。 3. 感情のコントロールが上手でストレス耐性が高いといったもの。これらの特徴を生かすために次のようなことを心がけましょう。感情知性 EQ を高める訓練を行う。他者の感情や立場を理解し良好な人間関係を築く。直感を大切にしつつ論理的思考とのバランスを取る
自己チェックポイントは、他人の感情を読み取るのが得意か、直感的な判断で成功した経験があるか、ストレスフルな状況でも冷静さを保てるかといったことを。感情線がはっきりしているあなたは、人当たりのいい人としての素質があります。人々の心をつかみ、強いカリスマ性を発揮できる可能性が高いですよ。次は運命線に注目しましょう。手首の方から中指の付け根、土星球に向かって縦に伸びる線を探してください。それが運命線です。運命線が太く深いのは、強い意志と目標達成能力の象徴。多くの成功者がこの特徴を持っています。例えばアマゾンのジェフ・ベゾスも、はっきりとした運命線を持っていると言われていますね。自分の手のひらを見て、はっきりとした縦線が見えるか確認してみてください。もし太く深い線が見えたら、あなたには大きな可能性が秘められています。明確な目標を設定し、それに向かって着実に歩んでいけば、きっと大きな成功をつかめるはずです。運命線が太く深い人の特徴は、1. 強い意志と決断力を持つ。 2. 目標達成に向けて粘り強く努力できる。 3. キャリアや人生の方向性がはっきりしているといったもの。これらの特徴を生かすために、次のことを実践しましょう。明確な長期目標を設定し、それを細分化した短期目標を立てる。定期的に自己評価を行い、必要に応じて計画を修正する。困難に直面しても諦めず、常に前を向いて進む姿勢を持つ。自己チェックポイントは、人生の明確な目標があるか、目標達成のために具体的な計画を立てているか、挫折を経験しても立ち直る力があるかといったことを。運命線が太く深いあなたは、自分の運命を自分で決める人です。自分の人生を自らの手でしっかりと掴み、大きな成功へと導く力を持っているんです。ここでちょっとお知らせです。私の最も価値ある話は、オンラインサロン等の裏話で聞けます。表ではいない裏の話を1日1記事全力で投稿しているので、気になる方はぜひ概要リンクをチェックしてみてください。続いて太陽線を見ていきましょう。薬指の付け根下から下のあたりに縦に走っている線を探してください。それが太陽線です。太陽線がはっきりしているのは、名声や社会的成功への道が開かれている証。芸能人や著名な経営者によく見られる特徴です。例えばオプラ・ウィンフリーも、はっきりとした太陽線を持っていると言われています。自分の手に太陽線があるか探してみましょう。見つかりましたか？もしあれば、あなたの才能を積極的にアピールし、人前に立つ機会を増やすことで、大きな飛躍のチャンスが訪れるかもしれませんよ。太陽線がはっきりしている人の特徴は、1. カリスマ性と人を引きつける魅力がある。2. 創造性豊かで自己表現力に優れている。3. 社会的な成功や名声を得る可能性が高いといったもの。これらの特徴を生かすために、次のようなことを心がけましょう。自分の才能や強みを積極的にアピールする。パブリックスピーキングなど、人前で表現するスキルを磨く。自分のブランディングを意識し、独自の価値を創造する。自己チェックポイントは、自分の才能や強みを明確に説明できるか、人前で話すことに抵抗はあるか、SNS などで自己表現することを楽しんでいるかといったことを。太陽線がはっきりしているあなたは、輝くために生まれた存在です。あなたの輝きは多くの人を魅了し、大きな影響力を持つ可能性がありますよ。手のひらの縁にある膨らみ、マウントにも注目しましょう。特に親指の付け根、金星球と小指の付け根、水星球が重要です。これらのマウントがはっきりしているのは、カリスマ性と優れたコミュニケーション能力の表れです。多くの成功したリーダーや起業家がこの特徴を持っています。例えば Facebook のマーク・ザッカーバーグも、発達したマウントを持っていたと言われています。自分の手を見て、これらの部分が膨らんでいるかチェックしてみてください。もしそうなら、人を引きつける魅力を磨き、ネットワーキングスキルを向上させることで、大きな成功への扉が開くはずです。マウントがはっきりしている人の特徴は、1. 優れたコミュニケーション能力を持つ。 2. 人々を魅了し、影響を与える力がある。 3. 社交的で広いネットワークを築けるといったことを。これらの特徴を生かすために、次のようなことを実践しましょう。積極的にネットワーキングの機会を作り、人脈を広げる。プレゼンテーションスキルを磨き、自分のアイデアを効果的に伝える。相手の立場に立って考え、ウィンウィンの関係を構築する。自己チェックポイントは、新しい人との出会いを楽しめているか、自分のアイデアを分かりやすく説明できるか、多様な背景を持つ人々と良好な関係を築けているかといったこと。マウンドがはっきりしているあなたは、
生まれながらのネットワーク構築者です。人々を引きつけ大きな影響力を持つ可能性を秘めていますよ。最後に木星球を見ていきましょう。人差し指の付け根にある膨らみが木星球です。木星球が発達しているのは優れたリーダーシップと野心の表れです。多くの政治家や大企業の CEO がこの特徴を持っています。例えば元アメリカ大統領のバラク・オバマも発達した木星球を持っていたと言われています。自分の手を見て人差し指の下の部分が盛り上がっているか確認してみましょう。もし発達していればあなたには人を導く才能があります。リーダーシップスキルを磨き大きな目標に向かって突き進んでください。きっと大きな成功を収めることができるはずです。木星球が発達している人の特徴としては 1. 強いリーダーシップと統率力を持つ 2. 大きな野心と高い目標を持っている 3. 自信に満ちポジティブな影響力があるといったものがあります。これらの特徴を生かすために次のようなことを心がけましょう。リーダーシップスキルを継続的に学び実践する機会を作る。大きな目標を設定しそれを達成するための具体的な計画を立てる。自信を持ちつつ謙虚さも忘れずにバランスを取る。自己チェックポイントは人をまとめ導くことが得意か、大きな目標を持ちそれに向かって努力しているか、自分の能力に自信を持っているかといったことを。木星球が発達しているあなたは生まれながらのリーダーです。多くの人々を導き大きな変革を起こす可能性を秘めています。あなたの野心と自信は周りの人々にもいい影響を与え大きな成功へと導くはずですよ。大物になる手相にはいろいろありますが、実は手相は自分で書いても開運の効果があります。自然に現れる手相も縁起がいいですが、自分で描く手相も同じような効果があるのは嬉しいですよね。しかも手相を描くのはとても簡単ですし誰にでもできます。特別な才能を見つける手相の書き方を紹介するので、ぜひ参考にしてください。若い人は左手の手相を書き出す。手相を書き出すときは、若い人は左手に手相を書き出します。若い人というのに明確な線引きはありませんが、だいたい30代中旬ぐらいの年代までです。なぜ若い人は左に書くのかというと、これには理由があります。左手の手相は先天的な運勢を表すためです。まだ人生の中盤以降に差し掛かっていない若い人は、先天的な運勢を良くした方が現時点でいい影響が現れると考えられています。また右手にペンを持って左手に書くのは比較的簡単ですよね。ですので書く場所や形を覚えると1分もかからずお金持ちの手相が手に入りますよ。中年以降は右手の手相を書き出す。手相を書き出すときは30代中旬頃までは左手に書きます。しかし30代中旬以降の年代の人は右手に書くのがおすすめ。右手の手相は後天的な運勢を表すため、中年以降の人は今までの長い人生で培ってきた後天的な運勢を良くした方がいい影響が現れます。なので自分が欲しい線を右手に書きましょう。ただ右手の手のひらに手相を書く場合、左手にペンを持つことになりますよね。そのため慣れるまでは少し時間がかかりますが、ゆっくりでもいいので丁寧にしっかり書くようにしてください。テーブルなどの台の上に手を置いて固定して書くと描きやすくなりますよ。太く濃い線ではっきり描く。手相を描くコツですが、描き足す線はなるべく太く濃い線ではっきり描くのがポイントです。細い線や薄い線では効果はあまりないと言われています。手ぶれでガタガタに歪んでいる線もよくありません。線を描くときはペン先を手のひらから離さないようにして、一度でスッと引いた方が綺麗に描きますよ。ペン先が細くて太い線にならない場合は、二重にならないように注意しながら重ねて書いて太くするのにも OK です。手のひらを見た時に一目でここに特別な才能の手相があると認識できるのがいい手相になりますよ。なるべく長い時間書き足した手相を維持する。また書き足した手相はなるべく長い時間そのまま維持した方が効果的です。すぐに消すのでは意味がありません。ただお出かけの時や仕事がある時は手相を書いているのを誰かに見られるのは少し恥ずかしいですよね。そんな時は夜お風呂に入ってから手相を書き出し、その後に一旦消す方法でも OK です。書いたまま寝て朝起きたら一度消すというのを繰り返す感じですね。これなら書き足した手相をかなり長時間維持することができます。そしてお出かけや仕事から帰ってお風呂に入ったらまた同じように書いて就寝を繰り返すわけです。寝ている間は手相も消えにくいのでそれほど手間もかかりません。ぜひ自分で手相を書き出して運気アップ効果を享受してください。
さて、将来大物になる人の手相7選をご紹介してきましたが、いかがでしたか？自分の手相に当てはまる特徴はありましたか？ここで大切なのは、これらの手相は可能性を示すヒントに過ぎないということです。本当の成功は自分の才能を信じ、努力を重ねることで掴み取るもの。手相は運命を決定するものではなく、あなたの内なる力や潜在能力を映し出す鏡のようなものですよ。今回学んだことを参考に、自分の強みを生かし、弱みを補う努力をしていってください。そうすれば、これからの人生がどんどん良くなっていきますよ。あなたの手のひらに刻まれた線は、輝かしい未来への道しるべ。ただ、その道を歩むのはあなた自身です。自分の可能性を信じ、努力を惜しまず、夢に向かって突き進んでください。時に困難や挫折に直面することもあると思います。ただ、それらはあなたをより強く、より賢明にするためのステップに過ぎません。あなたの中には世界を変える力が眠っています。その力を信じ、生かし、大きく羽ばたいてください。未来は無限の可能性に満ちています。あなたの手のひらに刻まれた運命の線を輝かしい未来への道しるべとして活用してくださいね。そして最後に一つ、何より自分の夢を信じ続けることが大切です。大きな成功への第一歩は今あなたの手の中にあります。ぜひ自信を持って前に進みましょう。今概要欄とコメント欄に貼ってあるリンクから公式 LINE のお友達追加をしていただくと10万円相当の豪華特典を無料でプレゼントしています。 1. 実践した受講生がたった3ヶ月で400万円の臨時収入を手に入れた日常生活で簡単にできる潜在意識の書き換え法参戦。 2. 典型的な引き寄せ難民だった受講生がたった2ヶ月で人生を大変身させた引き寄せが起こりまくる魔法のアクション集。 3. 設定した次の日に臨時収入が入った金運が爆上がりする待ち受け画像5選。 4. 金運、パートナー、健康、あらゆる引き寄せが起こりすぎてしまう体質になる秘密を超わかりやすく解説した有料動画、引き寄せの原理原則。5. これまで3000人以上の人生を好転させた運気を上昇させまくるメソッドを詰め込んだ有料電子書籍、運をつかむ10の習慣。これ以外にも5つの超豪華特典をプレゼントしています。包み隠さずに言うのですが、実はもともと有料で提供しており、制作時間が200時間を超えるほど魂を込めて作成した講座の中身を公開しています。これは引き寄せ難民を救いたいという私の個人的な思いです。引き寄せや金融についての間違えた情報が出回りすぎていて、あまりにも遠回りをしている人が多い、いやむしろ一生手に入れられないものを追いかけている人を見て胸が苦しくなりました。そんな中で自分ができることは何かと考えた時、正しい情報をより多くの人に届けることだと思い、有料の情報を無料で届けることにしたんです。実際に金運をぐっと引き寄せて人生が変わった方が2000人以上とたくさんいるので、ぜひあなたも仲間入りしてください。お友達追加は10秒でできるので、金運アップさせたい方は必ず登録しておいてくださいね。最近パソコンの見すぎで首の後ろがコリッコリでした。そのおかげで体調不良になったんですけど、ホットアイマスクとマッサージで結構治りましたね。家の近くにリラクルがあるので週1ぐらいで行くようにしてるんですけど、皆さんのリラックス法とかメンテナンス法って何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。